体を借りるぞ。 もっと救うぞ。
うやるんだよ。これって…猫又が商売するなんて思わなかったな。俺にも何か買ってくれたか。買う必要ないだろ。助けられてよ。
なんだろうこれ。信心深いな。こういう時だからね。これって…
あそこだ。奥に行ってくれ。出てきやがったか。だがこんな時に電源を復旧できるかな。電源ならあのライトが転がっている方にあったはずだ。停止してみろ。何か分かるかもしれない。うまくやるじゃないか。あ、なんだ。
せがれが悪さしてやがったのか。その部屋だ。取ってみろ。リンクが使ってた特殊なバイクだ。すごいな。でも何が違うんだよ。霊的な侵食を防ぐ装置が積まれているらしい。これで霧を抜けられるはずだが。本当に大丈夫なのか。黙ってろ、今調べる。これ動かないぞ。まあガソリンが入ってないからな。それと特注のターボユニットが壊れてるな。こいつを動かすには大型のタービンホイールが必要だ。問題は次、冥界の香油だ。何それ。こいつはただのバイクじゃない。あの霧を通り抜けることができるバイクだぜ。あの世のオイルも混ぜてやる必要があるんだよ。それがない。じゃあそれの知らん。知らないってどうにもならないじゃないか。電話だぜ。またどこかの世話焼きかもな。ずっと電話に張り付いていられないので、定期的に回線をつなぎボイスレコーダー声を再生することにした。返事は結構だ。こちらの指示だけ聞いてくれ。この声エドだ。ここにいるということはおそらくリンコのバイクを使うつもりだね。だけど冥界の行為大体そんなところだろう。以前説明したけど KK、 どうせ忘れているんじゃないか。当たりだね。冥界の行為はあの世の干渉がより強いところで手に入れることができる。あの世がはっきりと見えるくらいの場所だ。すぐに違いが分かるはずだ。探してみてくれ。以上だ。心当たりはある？いや、見晴らしのいい場所に行って目星をつけよう。この辺りだと御岳不動産ビルがいいかもな。エドっていつもあんな感じにボイスレコーダーで会話するの？まあよくやるな。長い時は1週間くらい喋らなかったぞ。だからある時お前の後ろに忍者がいるぞって言ってやったんだ。そしたら何か喋ったの？いや、忍者に関する音声を20分聞かされた。このバイク、すごい改造だね。そういうのが好きな奴らだからな。特にリンコはこだわりがすごい。あのバイクもそうだが、
自分でロボット掃除機も作ってたな。掃除が死ぬほど嫌いだったってのが本当の理由だけどな。いい買い物できたか？まあね。